はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつざわりょうじでございます。すみえ様、まこ様、みえこ様、ご支援ありがとうございました。まこ様、解約できます。お電話ください。電話番号は、動画説明欄のもっと見るっていうのをクリックしますと、動画のすぐ下にある、ボタンですね。動画の説明欄、もっと見るっていう青いくなってるところを、クリックしてください。電話番号とか住所とか出てきます。三重子様、 NHK 未解約なら大丈夫です。全然心配いりません。とりあえず邪魔な表示を消すために NHK に電話して住所氏名を言うことはやめてください。それやってたらちょっと心配ですけれどもね。産経報道、高市早苗政調会長、北京五輪外交ボイコットを24日に発表した。遅きに逸した。まあ、ちょっと岸田政権、批判して、しちゃってますけど、自民党内ですけれども、まあ、しょうがないですね。対中非難決議案に、茂木幹事長がサインしてくれなかった。悔しくてたまらない。悔しいですね。ネットの反応、敵はうちにあり、日本国民も悔しいです。茂木は中共に侵食されている。岸田政権、実は敵の浸透がかなり深刻な状況では、自民党幹事長枠って中共にこびるって決まってんのかな。前の前任は2回ですね。甘利さんが一瞬ついたんですけど、選挙落選して辞退しました。まあ、2回も中共にこびる枠ですかね。長年の洗脳は深い。これは茂木さんのこと言ってるんですかね。テレビ脳の親を見てそう思う。まあね、深いも深いあるんですけど、テレビ見てる方、特に高齢者が厄介なのはですね、毎日毎日新たな洗脳を重ねがけされることなんですよね。これね、いくらテレビによる洗脳が深いっつっても1ヶ月ぐらいテレビ見せなければ冷めてくと思うんですけど、毎日毎日重ねがけ、自らテレビを見て、特に外役はワイドショーなんか見て重ねがけしちゃってっから、まあテレビ見てるうちは洗脳解けないっすよ。そりゃ全然解けないっす。お友達のですね、西東京市議会議員の、富永さん、お母さんがですね、長年ですね、そういうですね、洗脳を受けてたんですけれども、まあ、共産党に投票しちゃうような、お母さんだったんですけど、タブレット渡してですね、YouTube、見るのはここだよんつってですね、渡してですね、そしたらテレビ見る時間が減ってですね、1ヶ月で洗脳、溶けたみたいであります。で、たまに私の動画も見てくださってるみたいであります。これ洗脳の重ねがけ、毎日毎日テレビを見ることをやめさせればですね、洗脳は解けます。1ヶ月ぐらいテレビから離せば解けると思います。対中、テレビから離れてるつってもですね、刑務所行ったとかそういうんだと解けないですからね。代わりにネットにアクセスできるとか、そういうんじゃないと新しい事実わかんないですから。対中非難決議案を拒否した時の茂木幹事長はですね、内容はいいが今は時期が悪いって言ってたんですよ。だったらいずれいいんだよって、その時はその時で非難55でありました。小野田さんにもですね、タイミングなんて言ってたらいつまで経ってもできやしないですよ。ツイートしておりました。向かっ腹立ったんでしょうね。非難決議の内容もですね、公明党の横やりで骨抜きになっている模様であります。こちらとある議員さんのですね、その会議に出たところの修正箇所、赤ペン先生になってなっちゃっておりますけれども、骨抜きになってるみたい。人権侵害は人権状況に変更になっておりました。深刻な人権侵害を強く非難するとともにがですね、深刻な人権状況について国際社会に納得する形で説明を、
避難っていうのは主語が日本国政府なんですけど、国際社会に説明をなんつって、言っちゃってですね、避難はどこ行ったんだ、避難は日本政府による避難はどこ行ったんだ、なんで国際社会に丸投げしてんだっていうようなですね、立法府の責任において深刻な人権侵害を防止し救済するため速やかな法整備に取り掛かる決意であるっていうところが丸々削除、されたそうであります。敵は茂木幹事長だけではないですな、公明党敵ですな。まあ敵は内部にある、獅子身中の虫って言うんですか。この修正避難決議を出してもですね、さほど効果ねえんじゃねえか、こんな骨抜きになってたんでは。それでもですね、無難が大好きな岸田政権はこれいいねって言っちゃうんだろうなーって。亀井静香さんがかつてこう言ってましたよ。宏池会、岸田派は公家集団、公家の集まり、まあね、眉毛剃ってここに眉毛描いて変なこう持つやつ持って歌読んでる、良きに計らえなっつって言ってるわけなんですけど、まあまあリアリストの武士集団に滅ぼされた平安貴族みたいな感じなんでしょうかね。どっか人ごと、何でもかんでも人ごと、なんつって、そうなのなんです。自分は関係ねえっていうですね。マイケル・サンデル、ハーバード政治哲学教授なんですけれども、まあ岸田派にもですね、公明党にも関係ある話なんですけれども、まあまあ公明党のね、連立与党でありながらこういうことやる公明党にこの話を思い出したんでちょっと言います。著書、共同体主義、共通善を説いております。共通善っていうのはですね、その小さなサークルにとっての善行、普遍的な善とは限りません。むしろサンデルはですね、行き過ぎた共通善は国家に混乱をもたらすと警鐘しております。例えばですけど、共通善、その小さなサークルにとって善である。不良生徒同士は教師に対して口を割らない。これ誰やったな、知りません。つーん朝日新聞は外国人犯罪者の本名を報道しません。これも共通善ですね。同じサークルですから。獣医は他の獣医の悪口をあんまり言いませんよ。私獣医ですけれども、まあ獣医自体のイメージ悪くなっちゃうと私だって嫌なんで、他の獣医、そうとんでもね先生ですねなんては言いませんよ。まあね、よくよくね、わざとやってるようなそんな人はですね、もう論外な人はダメですねそれねって言いますけれどもね。エリート層はそれ以外のクラスを見下している。やっぱりですね、お金持ちはお金持ち同士付き合いますから、そういう層はまあそれ以外のクラス、中流層、下層を見下しますよね。これはサンデル教授が言ってる言葉であります。財務省は官僚同士かばい合って嘘や隠蔽、時には犯罪、佐川税務局長の国会証言、と整合性取るためにですね、つまり佐川をかばって森友学園公文書改ざんなどなど、これがサンデル教授が言ってる共通善って話なんですけどね。なんかね、共通善っていうより罰理と言った方がわかりやすいんじゃないかな。私の作った言葉ですけど、罰理、罰理ですね。日本語っぽくねえな。公明党は組閣会の利益のためにだけ動く、イコール国家間ゼロ。でないとこんなマネーできないですもんね。公明党の国会議員ですね、何名か帰化した人がいます。誰とは言いませんけど、私は知っております。多分ね、永住外国人信者もいっぱいいるんだろうな、創価学会な。これがですね、創価学会、イコール公明党が外国人参政権に非常に熱心な理由であります。で、その永住外国人の信者が投票権を得れば、公明党も票数まるっと
増えるわけだよね。まあ、永住外国人参政権、国会にですね、20何回議案提出して、これ一番多いですからね、公明党が。武蔵野市外国人投票条例にはですね、公明党の市議会議員反対してくれましたけれども、これがですね、永住外国人っていう条件だったら、先陣切って賛成してたかもな。先陣切って。まあ、国家間ゼロですから。学会の利益、学会の罰利だけを優先して。サンデル教授はですね、これらは所属体を守りたい人間の本質なんで、なくすことは無理である。まあ、自然な本能としてやってんだっていう話。自分がもっと、大きな共同体に所属していることを自覚させて国家の混乱を防ごう、言っております。例えばですけど、公明党にはですね、外国人参政権なんか実現しちゃって、日本が日本じゃなくなっちゃったら子供も孫も苦労しますよ。天下り確保のためにですね、新税をひねり出すのに熱心なですね、財務省にはですね、帝国が揺らいだら天下りどころじゃねえぞ。もっと大きな所属体、国家というものに属してんだよ、あんたは。な、罰利ばっかり優先してんじゃねえということを思い出させる。子供も孫も苦労するぞ。なんか万能ですね。子供も孫も苦労するぞ。反原発護憲派、防衛妨害派にもですね、子供も孫も苦労すかな。言うと、治んねえか、あいつらは。骨の髄まで洗脳されてますからね。帝国あっての政治の福利ですよ。そういえば来年夏、6月末か7月頭になると思いますけれども、参院選東京選挙区に私立候補する予定であります。豊島区議会を3年4ヶ月、務めた後ですかね。なので途中でほっぽり出したとは言われないとは思いますけれども、3年以上やったんでね。で、まあ参院選ですから、国家観を語ってもいいと思うんだ。なかなか区議市議だとんなね、大それた9条をなくしましょうなんつっても、それ豊島区と関係あるのっていう話になっちゃいますけどね。帝国あっての政治の福利、帝国あっての福祉、帝国あっての教育、帝国あっての経済繁栄、防衛あっての帝国と、まあこういうことですね。お前ら日本がなくなったら困るんだろ。そんな罰利ばっかり、自分のちっちゃいサークルばっかり優先してんじゃねえよ。というのがサンデル教授おすすめ。それしかねえって言ってますね。これが分からずですね、自分の狭いサークルの論理しか見ない、左翼は甘え。本当に子供みてえだな、幼稚だな、未熟だな。成熟しないまま、体ばっかり大きくなったんだな、私は思っております。熱戦のマイクで走りです。いや、盗まれた人困ってんだろ。盗むなよ。屋根の校舎、窓ガラス壊しても、誰が直すと思ってんだよ。窓ガラス直すの、遅れたら、寒がったり暑がったりで、他の生徒にも迷惑かかんだろうが、甘えてんじゃねえってね、こんな甘えは今なら15歳でも許されませんよね。ただまあ、この歌出た昭和の時代は、まあまあ許容できるおおらかだったんだろうな。今こんな歌新曲で出したら大変ですよ。何やってんの、犯罪を助長する気か、なんて叩かれちゃいますね。まあ甘え、左翼は甘えっていうのが私の持論であります。来年度防衛予算が 5.4 兆円になりました。今年度 5.3 兆円、前の年去年が 5.2 兆円、着々とじりっじりっと上がっておりますけれども、早速ですね、毎日スパイ新聞が何か言ってました。過去最大の防衛予算、
歯止めなき膨張、許されねーかなんか言って、誰が許さねえんだ、誰が許さないっちゅうんだか、政府は必要な装備や体制を国民に説明する義務があるーかなんか言って、吠えておりましたけれども、ネットの反応です。手の内見せろって言ってるけど、また中共の代弁始めた。毎日新聞がケチをつけるなら正しいこと、必要な装備や体制を国民に説明してる国ってどっかある？軍事機密を公開しろと言ってるみたいよ。許されぬ、いや許すけど、許すか許さないかを決めるのはお前じゃない。上限関係なく防衛に必要な装備を整備するというのは衆院選での公約だぞ、その公約掲げて勝ってんだから、誰にも許されない筋合いじゃないね。日本を守ることは許さないという意気込みは伝わってくる。毎日新聞が日本を守ることは許さない、って意気込んでおるということですかね、ガーディアン紙、イギリスのガーディアンに中共からの資金を受けていると暴露された毎日新聞、その金投げればとっくに倒産してんでしょうね、この連中ね。国民に説明する責任がある、そんなもんないし、説明してる国もないですよね。なんでそんな軍事機密ばらさなくちゃいけねえの、いい加減なこと言うな、スパイ、人民に説明する責務があるって書きたかったのかな、書きたかったんだろうな。許される、中共が許さないってことなのかな。主語がことごとく違いますね、変態毎日スパイ新聞、なんか日本語も不自由になっちゃったみたいで、それが毎日スパイ新聞のクオリティ、これ朝日も同様なんですよ実は、国民に対して、言い訳できるのかみたいなことを書いてるときは大抵ね、大抵人民なんですよ。人民に対して、申し開きができないとか、人民に説明しようとか、そう書いてます。そう書いて、そう書き換えると筋が全く通ります。朝日の社説とかもね、ここもですね、まあ、毎日朝日、スパイ防止法成立でですね、逮捕されまくって消滅しそうな組織であります。さぞかしですね、必死でスパイ防止法には反対するんだろうな。子会社の TBS とテレ朝使ってね、ワイドショーで、ずっとその時間、30分だか1時間だか知らないですけど、ずっと使ってスパイ防止法反対するんでしょうね。なんか暗い音楽流して、ドドーンなんつって、で暗い画面にして、なんか言ったりなんかやっただけで逮捕されてしまいますか、なんか暗い声で言ったりなんかしてね。今から言っておきましょうね、スパイ防止法に反対するのはスパイ、これ間違いないですよね。これが常識、日本人の常識になってることを切に希望いたします。これ常識になってれば身動き取れねえからね、何反対してんだおめえら、さてはスパイかって言ってやればいいですね、その時はね。よかったらチャンネル登録してください。デトックスジャパン。